やべえ。ようこそ皆さん。これは From the Depths 深いからゲームですね。俺の日本語は変なら最近あんまり話せなかった。これは何でも立てるゲーム。でも今日船を作りましょう。このゲームの日本語の翻訳はまだまだだけど、多分このビデオを見るときに Steam で日本語を選べるかな。まあ、デザイナーモード、これはデザイナーモード、 VSAD とか普通のゲームみたいですね。あとはタブ、日本語のキーボードわからないけど、俺のスウェーデンキーボードはタブというボタン、キャラの外のなんかドローンカメラが選べるけど、まあ、タブに押したら、また押したら普通のキャラですね。でも今日は風のを作りましょうだね。エスケープに押したら、そのすべてを壊してに押してください。あとは、そのキャラは浮かばないですね。あ、よくない。でもなんでもない。タブに押したら、フリーカメラで、B キー。B、ビルド、ビルド、B キーはなんかを作れる。これを作ったらなんかめんどくさいから、見て。うん。カメラは結構めんどくさい。だから、そのキャプスロックに押したら、この、負のなんかロック。空気の中にロック。船の立ちたいなら、バタン、いいバタン。はすべてのブロックがいる。ブロックは、いろいろ、その普通のビルド、立ちブロック、なんか水、船とか空港のものとか、なんか車、タンク、言葉知らない、あとは、いろいろな、すべてのブロック。このゲームは、何千ブロックがいる。なんか、めっちゃ難しい。このゲームは、めっちゃ難しい。いろいろなブロックがいるんだけど、多分、このゲームは、長い時間で、勉強しなきゃいけない。しないと、何でも立てない。みたいゲーム。難しい。だけど、このチュートリアルでそんなに難しくならないかもしれない。まあ、負のを作りたいから、木は浮かんでいるブロック。浮かんでいるブロックは、船で結構良いから。浮かばないと、問題が、あるんだね。でも、メタル、鉄みたいなブロックを使っている、そのエアパンプが入れる。エアパンプが当てると、このような船みたいのものを作ったら、あ、浮かんでいる。素晴らしい。でも、あれが、したら、なんか、もう、浮かばないな。大きな問題。というのを作りましょう。なんか、B キーを押して、キャプスロックに押して、E キーに押して、そのインベントリー、でも、インベントリーじゃない、E、as in、excellent。まあ、英語のレッスンをしない。浮かんでいるブロックは
なんか見る relative buoyancy というプラスだったら浮かんでいる、マイナスだったら浮かばない。それで lightweight alloy、アロイ、陶器が浮かんでいるロック。基本的に、船を作ったらその浮かんでいるブロックが一番良い。この矢、アローを見たら、これは船の、方法向きですね、これは船の向き、これは絶対に有用なこと。その向きはフロントに絶対に有用なこと。N key N as in 猫、まあ N に押したらそのミラーモードが入っている。そのミラーモードはこれでも大丈夫、それとも普通のミラーモード、結構簡単だから、この船の浮かぶことは有用なものですから、アロイを作ったら使っている。アロイか合金？合金かな？まあ、木も絶対に大丈夫。その後もなんかミックスがとても大丈夫。これは結構アロイがあるんだね。その外に普通のメタル、鉄を使いましょう。見て。浮かんでいる。まだ浮かんでいる。だからそのアロイと、鉄のラティオ、アロイと鉄の割ですね、が結構必要な点。船体の形も有用な点だよ。このゲームのなんかエンジンに入っているものはアエロダイナミクスですね。だから形は絶対に有用な点。これを選んだらそのブロックでタブを押したら WSAD を使ってこれをできるんだね。これを押したら形は結構スムーズになったら、そのスムーズはとてもアエロダイナミック、だからもっと早く、もっと早く行ける。まあ、多分、ちょっと待って。あ、その後は、なんか F3、F3 で、そのマウスモードと、キーボードモードをスイッチできる。でも、本当に、その、キーボードモードはもっと簡単だよ。なんか初めては多分ちょっと難しいけど、でも絶対にそのモードはもっとに簡単。このゲームはキーボードモードに完璧だよ。やっぱ、ブロックの、そうだね。お、その、これは良いだと思う。ブロックを選びたいなら、このブロックを選びたいなら、そのオールパターンを押したら、オール as in 歴史？いや、リアル、real。その、選んでと、ここに、完璧だね。船体の形は完璧だね。まあ、今は、まあ、この船は浮かんでいるけど、
どこへ行かないね。だから、プロペラが必要。これをしたら、多分、その水のメニューで、プロペラ。これがいいかな。このプロペラの向き、ここへ向きする、ここへ向きする。そうしたら、G キーを押したら、G、元気。良いですね。その後は、右左に行けるなら、その舵が必要だね。舵は、ここへ向き。完璧だ。その後は、エンジンが必要。いろいろなエンジンがいるけど、この、蒸気機関とか結構難しいから、本当にこのチュートリアル欲しいなら、コメントで言ってください。あとは、このコンテントは良いなら登録してください。でも、もっと簡単なものは、この普通のガソリンエンジン。これは、もっと簡単だけど、これを選んで、G で向きをここに。まあ、エンジンがいるけど、パワーはない。なんでしょうか。まあ、それから、石油とかない。石油じゃないね。ペトロール、多分。からない。このメニューに入ったら、その普通のマテリアルとか、ガスですね。ガスのタンクがいる。だから、ガスタンクを使って、今はパワーあるんだ。このエンジン聞いたら、なんか音聞こえるかな。まあ、もっと普通のマテリアルは多分必要だから、これも使ってください。ここにマテリアルコンテーナー置いてください。でもまだこの船を運転できないね。それからコントロールのメニューは船コントローラーがいるんだ。NNN そのメニューを消して、そのあやばい、そうだね。あとはここへ座りたいかな。だからここに入って Q に押して、それからよい。コントロールは上の左だから、素晴らしいだね。なんか遅いけど、これは初めての船だから大丈夫です。もっと早くに行きたいなら結構簡単だよ。これみたい。あ、なんか、早いだね。もしかしたら、このプロペラを置いてすぎるなら、多分、自分のエンジンは小さいすぎる。そうだったら、元の大きなエンジンを作ってば大丈夫。俺の日本語申し訳ない。本当に最近あんまり話さなかったから、ああ難しい。忘れちゃう。まあいろいろなものが欲しい
多分これは普通のつまらない船。なんか色が欲しいならここにいるフリーペイントというモードもあって、その後はブロックのタッチタトゥー前にいるも選べる。どうでも。ところで Zed キーゼブラのキーボードのボタンに押して、このメニューもあるんだ。これは、ペイントスプレイヤーというものとかいろいろ面白い。多分これも使えるんだ。まあ誰でもつまらない風の欲しくないね。みんなは戦艦がいいだね。そうだったら砲塔とか必要、いろいろな武器が必要。武器はもう from the depth、 深いから、ゲームの一番広いメニュー、洗濯機、洗濯ですね。まあここに見たらこの簡単のものがいるんだけど、これはラムみたい、つまらない。いろいろな普通のものがいるんだね。例えばこれ、これを使ったらそのマテリアルがないから、あ、小さい、強くない、かわいそう、機関銃、クラムキャノンというものはなんか大砲みたい、結構大きなやつ。これを使ったら多分大きなもの、それだったらここに空いてアミニションたくさんが必要。だけどこれを気をつけてくださいまあこれは重すぎる。でもコントロールできるなら、そのコントロールでファイルコントロールコンピューター、あなたの周りに押して、それでこれ、あー無理だ、無理。まあこれみたいだね、結構大きい。これはちょっと危険だから多分重要なコンポーネントの周りに、使わない方がいい。まあ武器に回りましょう。このアドバンスキャノン APS という APS は 18mm の、機関銃から 500mm の大きな、まあこう大きな大砲を作れる。いろいろな、結構難しいなんか制度みたい。ミサイルはもっと簡単。僕たちは多分ミサイルをちょっと作りましょう。レーサーは面白い。パーティクルキャノンというクラス、まあいろいろがいるんだね。でもこれはなんか初めてのチュートリアル。多分あなたの初めて見たらチュートリアル。俺の日本語、申し訳ありませんけど、頑張りましょう。まあ、武器とか、砲塔が欲しいなら、その AI が必要。だから、はじめに AI のやつを作る。でも、この AI が大丈夫だから、この小さいのを選びましょう。この AI はいろいろなコンポーネントがあるんだね。
うん。これは大丈夫。うん。まあ、ここのブロックは、実はなんか人間の脳が入っている。冗談じゃない。見てください。ちょっと変。ここに入ったら、Q ボタンに押して、その behavior to you もの、なんか選んで。とこ、例えば、船だったら、その broadside to you circle の方がいい。それとも ram。古いスタイル。けど、broadside が良い。マウスで押して、アクティブになる。start broadside and broadside なんかレンジコンバットレンジを選んでこれは多分良いラムに使ったらこれはいらないね maneuver ということで押してそのトゥ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  ship or tank 船だねそれともだね、ピッチコントロール。うん。まあ、このチュートリアルで必要じゃないから、これで大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。うん。大丈夫。その後は、なんか武器欲しいなら、ここで見せるとか。完璧だね。AI はこれをコントロールする、なんか必要なブロックがあるんだね。それは LVC、ローカルウェポンコントローラー。これを押して、オールインワンのやつを選んで。それ。今、この AI は何でもできないから、何でも見えない。この AI を見えるように、なんか AI でそこ wireless receiver というものだね。あとは backspace に押したら、なんか立てないところでも立てる。まあ、ここでいろいろな detection components というカメラとかレーダーとかソナーの日本語の言葉はわからないけど多分、ね、みんなわかるねだから多分これは結構良い安いしここは一つそのあとはカメラ360デグリーカメラ。これはクラシックのコンボ。まあ、これで大丈夫かな。カメラトラッカーも結構良いから、それでも。今、AI が見える。今、キャラはその武器を使っているし、その船のコントロールが使っているし、だから、下の左、コーナースクリーンでその Me というシンボルで、なんかマウスウィールを使ったらその AI に選んでだからもうコントロールしない、今は例えば X キーしたらマローダーだから見てください我々の船は、多分小さいだけど、本当の戦艦まあこれちょっと怖いからそしてその後はもっと立ちましょうから、今は AI はこれを使っているしでもいろいろな武器がいったねちょっとミサイルは多分良いだと思う、
でも、ちょっと難しいかな。いや、難しくない。ここでコントローラーは多分ミサイル、ここにいる。コネクタがいろいろいろ。ここで。このミサイルをコントロールする AI が、だからその LVC が必要。All in one のやつ、そばに入れて、その上には、ここの medium launcher っていう、でも、向き、上の向きしなきゃいけないと、結構いいだね。その上には、ちょっと、gantry というものを置いてね。置いたら、そのミサイルを切る。これは、これ、実はこれは結構良いだから、何でもしなくていい。うん。そうしましょう。ミサイルシック。うん、あとは、簡単な砲塔をしなきゃいけない。しなきゃいけない。これはもっと結構面白いから。砲塔を作りましょう。砲塔を作りたいなら、船にビルドするね。それで、砲塔を建設すると、サブオブジェクトというものが必要。One axis turret に選んで、フロントに向き、奥でいいかな。このそれとなんか砲塔ブロックの周りにその LVC 使って、あとは多分Prem か APS 作りましょう。簡単なの。それで。Advanced Firing Piece なんかバックスペースに押してごめん日本語のその日本語の言葉はわからないけど、ここで動いたと思う。その後はこれはクーラーみたいこれみたいに大丈夫だ、その後は Gauge Increaser、使わないとこれは60mm だからちょっと小さいすぎる。多分一つは約 79mm。 それは良いだと思う。その後はこの前にはこれ AA Mantlet というごめん日本語の言葉はこれでわからない。その後は銃もの。barrel to you. これで大丈夫。その後は、アウトローダーを使いましょう。多分、3メートルは良いだと思う。ミラーモード。これとこれ。なんか、面白い点は、気づいてるかどうかわからないけど、でも、ここで、なんかここにブロックの置い、に置いたら、なんか、良くないね。今は、その砲塔で立っているから、その船の船底で立てない。立ちたいなら、B に押して、ここに押して、ここで立てる。でも、ホートに立てない。だから、B に押して、ホートで押して。はい。そうだね。今は、アモがいる。ここと、ここは、違い向き。ここだね。それがいい。その後は、
ammo input、必要、ここここここだね、その後は多分ちょっと recoil というかはまた日本語の言葉わからないけど、ちょっと辛い。これはちょっと待って、反動ですね。今反動は多分ちょっと辛いだから、この反動アブソルバーが使いましょう。まあ今は、シェルがないですね。弾薬矢玉、がないから、その、弾薬入れるブロックで Q に押して、これを新しいの作りましょう。edit というで、まあ、どこでも良いことを作るから、raghead をfrag warhead body、shell gauge、は砲塔のミリメーター、この銃のミリメーターからはに書いて、こういろいろな情報が見えるから、たこれは大丈夫。うん、フラグのアングル角はちょっと広くにする。多分約80は良いかな。まあこれは良いだと思う。それはアサインというで選んでと、すべて選んでここで押してください。そうしたら、Q でデザイナーモード、APS シェルを、それだ。リロードしました。この銃に見たら、結構早いけど、まあ結構大丈夫。うん。だから、使いましょう。これみたい。音がない？あ、素晴らしい。うん。それは結構良いだと思う。まあ、今はちょっと、まあ、これはなんかいいじゃない。それから、乾パン、立ちましょう。乾パン建設、まあとても簡単、なんか後ろへ向かって F ボタンに押して、これはちょっと良くないから、消してと3ブロックで大丈夫。うん、それでいいじゃない。それは結構いいだと思う。その後はこの砲塔を守りましょう。このように、砲塔の頭もちょっと守りましょう。だから多分、まあこういうようにすればいい。今はその砲塔で立ってるね。なんかここへ立ってない。ん？だから大丈夫。これみたいかな。これがいいかな。ごめんね。たらできた。結構いいだね。でも、これは多分いらないと、外で。今は知らない言葉を作りましょう。それは、
環境。そうだね。環境。戦艦の環境が必要。まあ必要じゃないけど面白い。でも今はちょっと簡単なやつを。フォロー。美しいではありません。このようにするだね。あ、でも確かになんかドアが必要。それはデコで。そうだね。あとは、ちょっと待って。ガラス。ガラス。ここだね。F に押したら、逆になる。うん。それでいい。この中に、あ、なんか見えないなら、T のポップコーンに押したら、ここになる。コントロール。それと、それ。うん。いいじゃない？はしご。なんか、黒い。ライ。でも、ライトもいるんだ。だから大丈夫。うん。完璧だね。それでいいだね。まあ、この、全巻は、できた。だから、保存しましょう。スケープで、保存。それは結構簡単だね。今は、X で押したら、そう。マローダーファイト。僕たちは何もしないね。これはあ、これはちょっと早すぎるかもしれない。うん、かっこいいじゃん、かっこいいじゃんだよね。結構これはやばい。この問題あったらそのブロックで、これは結構重いレッドブロック多分このやつ。こことここ、それとも、多分ちょっと早すぎるからそれにもできるんだ。今多分大丈夫、大丈夫みたい。どこへ？なんで？あ、やばい。これはちょっとやばいね。あ、ダメだ。まあ。俺たちの初めての船だったら、うん、船じゃない。戦艦だね。だったら多分大丈夫。だけど、美しくない。あまり良くない。でも、叩ける。まあ、このチュートリアルは、すっごく長くなっちゃった。あ、すみません。あとは、俺の日本語は結構良くないね。最近あまり話さなかった。それはあと問題。あ、マキ。たちはマキタ見て。その AI もうない。AI もうないと絶対にマキ。ダメだ。もう、一つのチャンス。それで。まあ、以上、見てありがとう。登録してください。また、後で。これは、あなたのスウェーデン人。
初めてのビデオだね。まあ、またね。